ハハ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 まだファッキューな、うん、臭いマジでもうにこれてかママの携帯の使い方が分からん、そもそもえ、ダメじゃん、マジ母より暑いんよゲップしあんた映っとったら最悪じゃんけん、映っとった時のことも考えて行動してくださいよちょっと待ってあんたからしたら固まっとっても向こうからしたら動いてる時があるけね。マジ？うん、でもちょ今どうなん？今がわからん。て今もわからん、今も持ってないけど。わからん。これ全部したじゃどうする？全部来て。なんや。もち暑いって。下連れとるじゃあれ暑いよ。無理やん。あママがもう連れとるてあげるけ。ママの携帯できんかったらもうしょうがないよ。いいよね。もうしょうがないと思って諦めるしかない。あ、いけた？いや、わからんなんじゃけどこれ。は？え、もう、わっつ、マジで。いけたかも、いけてないかも、わからん。もうやだ、これ。どうやってやるん？これ、もうわからん、ママのじゃけわからんもん。ちょっと怖っ、どうしよう。あ、いけたんかな、これ。分からん。ごめん。分からん。分からん。あ、いけたっぽい。分からん。これ映ってるかもしれん。リンコの方でショールーム見せて。じゃあわしの方はいかんのよ。普通にリンコのショールーム。違う。あ、そういうこと？いや、違うな、固まるんよ。ほらの固まんの。どうしたらいいこれ。ちょっといく。あ。ショールーム。じゃあ。あ、これ一回消せばいい。あ、じゃあまた。もうかな。マム。じゃあいけてもさ、いけたんかなこれ。いけた？ちゃうねん。ちゃうねん。ちょっと、から。違うん。じゃけんこっちも。このアカウントじゃん。ヌヨールの。重くて見れんのよ。ログアウトすればいいじゃん。ログアウトしても見れんのよ。ちょっと今やっとる。あ、うそ、いけた。いけた。多分いけた。やば、聞かれとった。いけた。ちょっと待って。これママの携帯。ちょっと待って。あ、いけたわ。ちょっと待って。ちょっと待って、すいません。やばい、聞かれ、変なこと言ってないよね。いや、言っとるかもね。死んだ。え、ママの、うわ、映り悪っ。やば、なんかやばくない？ママの携帯、やばすぎ。なんか、やばくない？何これ？絶対変な格好入ってるでしょ。ちょっと出たいんですけど。いいよ。なんでこんな白いん？映らんよね。映ってない。まあいっか。何これ。何これ。ちょっと待って。なんでフィルターかけてなんか白くない？まあいっか。まあいいや。しょうがない。ちょっと待って。じゃあちょっとごめんなさい。今からやります。けば。格好やばい、格好やばい。ちょっと待って、いけた。ちょっと待って、マーナネに連絡するわ。
と待ってよ、連絡が。やべえ、変な話してなかったよね私。え、加工入りすぎだろこれ。まあいっか、もういいや、しょうがない。あの実物こんなキバくないんで、あの個人ルーム来てください。よし、ちょっと待って、マナーに連絡する。はい、え、待って待って、じゃあやります、やります。けぼ、どこの白いん。これママの携帯で やるよ。で、変な話してないよね。ちょっと怖っ、お前いつから映っとったんか、なんでこんなケバくない。まあ、いっか、いつから映っとったんか知らんけど、ケバすぎだろ。まあいいや、ステラペタート。なんかね、なんでママの携帯ならできる、なんかあ、間違えた、なんかね、やば、え、変なことしないよね私、めっちゃ怖いんじゃけど。え、なんか変なこと言ってないよね、どうしよう、めっちゃ怖。これでさなんかオタクザとか言っとったらさ、めっちゃ炎上するわ。待って、トラップ、ママの携帯ないよ。リンゴ、ね、リンゴの字がない、もう。いけた、え、変なことしてないよねマジで怖。まあいいや、ちょっと。あ、消えた、分からん、コメント消えた、え、コメントが消えました、皆さんコメントが消えました。やばい、いかん、どうしよう、分からんくて、どうしよう、分からん、俺どうしたらいい、え、分からん。まあいいや、まずコメント見えない。え、なんで、もう分からんのんじゃけど、なんでいきなりコメント消えるわけ。え、もう無理、分からん、え、分からん、コメントがず、え、そもそもこれ横画面できんのよねこの携帯、ほら、いかん、もういいや、え、コメントつかない、どうしよう、コメントなしで配信するか、もう一人で喋ろ、もう無理、電話の時間もある、もうちょっと行きますね、はい。コメントないの、うん、皆さん、あ、AKB48 のみょんにちよろしく。皆さんこんにちは、 ST48 の吉崎りんこです。え、コメントが、あ、もう動いた、何これ、え、ダメじゃん、待って、消えた、分からん、これもう分からん、もうキャバい、顔面がプリクラじゃん、プリクラ。はい、すいません、いや、もうコメント見えないんですけど続けます。もう一人で喋る、もう。この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表したいと思います。イエーイ、はい、すいません、ちょっと22時から開始予定だったんですけど、ちょっと携帯が重くてちょっとつかなかったんです、だからちょっとめっちゃ遅れちゃってごめんなさい、すいません。で、なんか謎にコメント表示されなくて、もうちょっと分かんなくてコメント読めません、すいません。あの個人の方でも配信やってるんで、気になった方はあのぜひ吉崎凛子の個人ルームに来ていただければと思います。はい、はい、アカウントを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。さらに画面左下にあるツイッターマークをクリックして、この番組の宣伝をツイッター上に拡散すると番組中1回だけもらえちゃいます。ぜひ拡散してゲットしてください。はーい、ということでこれわからん使い方が、何これ、マジで分からん、これランキングも読めんな、これ分からん、どうやってつける、もう分からん、もうこれ分からないです
私これもうわかんないもん。何これどうしたらいいのこれ。もう助けて、誰もコメント読めないからさ、どういう状況なんかがわからん、わからん。はい、でこれ、あ、自己紹介しようかな。なんかね、これあコメントバーって流れるじゃん、橋、それが使うのよ。じゃけなんかこなんか多分男女におる人のコメントは見えるんですけど、まあもう喋りますね。自己紹介します。の手で持つのしんどい。でケバい、ちょっと顔ケバいんですけど、これはなんかこのママの携帯 の性能でございます。はい、ということで、めちゃくちゃ赤いね、すごっ。じゃあ自己紹介したいと思います。せーの、リンコおいでー、ワンワンワンコが好きなリンコだよ。広島県出身19歳、リンコ子です。スティーホーテート2期生の吉崎リンコです。イエーイ、もう一人で喋る。はい、え、なんか重いよね、ミョンヨロめっちゃ重くてさ、なんか私この携帯いつもこうやってやってるんですよ。この2つつかなくて、ママの携帯でやったらやっとついたんですよ。そう、ごめんなさいね、めっちゃ遅れちゃって申し訳ありませんでした。はいはい、じゃあ自己紹介。私は ST48 という須藤町拠点に活動している AKB48 グループの一番妹グループの ST48 というグループの2期生として活動しています。はい、最新シングルの花は誰のものも発売中です。あと初めてセマッとして選んでいただきました、発売中でーす。はーい、あ、もう一つのスマ、あ、それもあり、ちょっと待ってよ。はい、ちょっと待ってよ、まあ、まだ時間はある。何これ、あ、ログインせんといかん、え、もう分からん、もう見てこれ、もうやり直しになっちゃったからもう分かんない。はい、ということで、あ、待って、じゃあやりますね。明日よろしくでしてくれ、前回の配信者についてくださった方は同じ ST48 2期生の清水さやちゃんだったんですけれども、清水さやちゃんは、何話せばいいのこれ、第一印象はオーディションの時はなんかめっちゃプロって感じの、めっちゃ近寄りがたい感じの、めっちゃプロみたいな、プロ意識みたいな感じの子だったんですけど、もうなんかそう同じ入ってめっちゃ印象変わって、なんかもうなんか公演のリハーサルにパジャマで着たりとか、なんかずっとお腹減ったとかダイエットの話とか言ってて、めちゃめちゃ印象変わりました、いい意味で。めっちゃプロって言われとってから、なんかもう清水さらですみたいな、食パン大好きみたいなだったのに、だから私的にはすごい近寄りがたいなみたいな、めっちゃちゃんとしてそうみたいな感じだったんですけど、いざ入ってみたらなんかもうお腹減ったとか、なんかずっとダイエットの話してたりとか、めっちゃ話しやすい印象に変わりました。かな。で、あと結構なんじゃろね、なんか結構でも私が病んでたりしたら相談に乗ってもらう、そういう一面もあります。そうそう、あと歌がめっちゃ上手くてめちゃめちゃいい子です。うん、これ一人に喋るのきついな、コメントが見えないんです、皆さんごめんなさい、コメント見えないんですよ、私今見えなくて一人で喋ってます。はい、悲しい。はい、じゃあフリートーク、軽くフリートーク、今日何してた、今日私はお休みだったので一日中寝ていました。なんもない、え、一人で喋るのきついんだけど、ついんだけど話してるかな。うん、今日お休みだったので私はずっと一日中寝てました。昨日が大阪でリアルお話し会でした、めっちゃ食べました、
あの今日何もしてなくて、そう何もしてないんですよ今日に限って。だから話すことないんですよ別に。なんかめっちゃ自分の顔聞けばいい。まあいいや。はい、じゃあなんだっけ、フリートーク、フリートークしましょう。フリートーク、テーマトークだ、テーマトーク。じゃあ前回のミューロを回してくださったあの清水さらちゃんから回されたフリートークは、犬愛についてなんですけれども、そう、私と清水さらちゃんは犬がすごく好きで、お互いワンちゃんを飼ってるんですけど、じゃーん、スペシャルゲーム。あ、ね、ごめんね、ずっと待ってくれてて。じゃーん、私の愛犬です、もちこー、もちこです。この後散歩行こうね。もちこ、もちこは今年の1月から私の愛犬になりましたね。あ、尻尾振ってる、かわいい。シーズっていう犬種で、女の子の、おめっちゃ加工すごいなこれ。女の子の10、まだか、生後半年のまだ子犬です。そう、もちこです。そう、そう、プリクラみたいじゃない、プリクラじゃん、すごい加工がちょっとすごいです。まあまあまあ、でもちこなんですけれども、犬愛、私は犬を飼い始めたの、犬、私生まれた時からずーっと犬がいて、もちこは3代目のワンコなんですけど、犬が好きで、特に私はシーズーが好きなんですけど、生まれた時からずっとシーズーがいて、1代目は花ちゃん、2代目はももちゃん、3代目はもちこちゃんなんですけど、かわいいです。もう犬がいないと生きていけないです私は。はい、で清水さやちゃんが飼ってる犬はサブロー、チワワなんですけど、一緒に散歩させたいねと言いつつまだ全然できてないので早く行きたいと思います。はい、コメントコメントがないと喋れないよ。犬愛で、あとキャッチフレーズにも私はワンワンを入れてて、そうそう、なんか犬キャラ、あとなんか花は誰のものの MV、 ミュージックビデオはドラマ、ドラマになってるんですけど、そこでも私は犬のモノマネをしていて、犬キャラでやらせてもらってる、犬、もう犬です、もう私犬やめて、なんで足の裏ペロペロ舐めろ。ごめん、犬キャラでやらせてもらっております。はい、はい、そう、犬が好きなんです。コメントがないと場が持たない。コメントがないと場が持たない。コメントばつけたいんだけど、どうでつけるマジで分からん、 どうしたらいい。ダダダダラララララ。でもこのアンドロイドさ、でこれ横にならない。何これ、これアンドロイドなんよこれ。もう分からん、もうコメントないとね、やっぱ一人で喋れないよ私。どうやってやるんこれ、分からん分からん、助けて。ああそういうこと、画面の向き、ロック、それ、あ、そういうこと、これどうやってやるのさ。あ、いけたかな、これで。あ、いけたかな。あ、いけた、いけた、いけた。あ、コメントついた。あー、つきました、やっと。ついた。あー、いけた。あ、でも、コメント、手でも。ついたー、ただいまー。いけた。来ました。画面が固定されてた。
だけだった。ね、めっちゃケバ、ケバ。めっちゃプリクラじゃん。これ、なんなんこれ、なんフィルターかかってないよこれ。フィルター俺切ってんの。なのにこれ。バーチャル機能すごい。うわ、なにこれ。これかわいい、これにしよう。くちゃ赤いよね。ズームのさみたいじゃない。すごーい、プリクラじゃんこれ。腕が、なんか気持ちいい。かわいい、かわいい部屋。こんなあるんじゃん、すごー。すごいです。ごめんね、みんなめっちゃ待たせてしまった。もう全然動かなかった。なんかつけたら固まるんですよ。なんかケバいな。あ、私こんなケバくないですよ皆さん。ケバくない。すごい、めっちゃ可愛い部屋。すごい、やでジャージが。これも私の部屋にしよう。これおもろー。すごい、ステージスタジオでん、おえスム、おえ、これ、あ、いいねいいね。これすごい。あー一番聞いて。はい、あ、待って、こんなことをしている場合ではないんですよ。ただもうフリーと、まあ、話すことがちょっと、あ、もうどうしよう。私はですね、23時に次の人にお電話かけたいと思いますので、どうしよっかね。次の配信してくれる方について。よし、な、何話そう。何話そうかな。もちこ、これもちこ映るんかな。もちこもちこがやめて、天国に行ったみたいになっとる。落ち込む。やめて、落ち込む。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 生きて。落ち込む。消えたら、ちょっと待って、私まで息読んだけど、私までなんか旅立とうとしとる。なんかもうゆがみ、いやこれやばいよね、めっちゃもうプリクラじゃんもんこれ。もっとなんか可愛いので、はい、もう許したかった。でもこれね、フィルターかかったのめっちゃ白いよね。え、白くない？やってないっすよこれ。ほら、あ、なにこれ。うわ、あ、こ、あ、うわ、キモいキモいキモい、うわ、キモい。ダメじゃ治らん。実物こんなんじゃないんですよ。もっとこんな、もうこんな、あの、何、顔こんなシュッとしてない。私もっと顔もうパンパン。してないねん。これしてないんですよ。え、マジで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 。あ、ごめん。
メント見えてる、コメント見えるようになった。え、してないのこれガチで。ほらフィルターかかってないもん、これオリジナルしてるのマジで。え、で変よね、なんで白すぎだろこれ。あ、待って、ごめん、かかっとった、ちょっと待って。あ、これかけてない、かけてない、これオリジナル、え、かかってるじゃん、めっちゃ落ちてる、なにこれ、わからん、かけてないのにな、勝手にかかる、なんで。で、こうやってやるじゃん、ほら遅くなる、やってないんよ、でもなんで勝手に加工される、もうこれわからん、だって勝手に加工するんですもん、こんな人が。私知らない、ほらこれやばいじゃろ。私してないんですよこれ加工。え、これして、いや切ってんの、勝手に加工するもん、もう私もう白い。あ、本題、あ、じゃああとそうですな、あ、じゃあそうそう、電話をしたいと思うんですけど、いや、まあ、じゃあもういいよ。じゃあ次の、私が明日ミュンチよろしくする人についてお話したいと思います。ちょっと待って、台本台本あんねん。なんで関西弁、昨日大阪弁がつったかもしれん、関西弁か。はい、じゃあ私が今からお電話をかける人はもう人格神って感じ。名前ってバレるから、ちょっとバラしたくないから、もう人格が神の方、もうみんな大好きだし、もう全部神なの。もう顔も可愛いでしょ、顔も可愛いし、性格が素晴らしいんですよ。私がもう私が明日お願いしていいですかって言ったら、なんか忙しいのにすいませんって言ったら、あー全然いいよーみたいな言ってくれ、もう最高、大好き。で、私がもうこの、私がね、そう選抜初めて入って話す機会が増えたんですけど、なんか結構写真とかも向こうから撮ろうって言ってきてくれたりとかして、もう人格が神がかってるんですよね。人格が神、顔も神、スタイルも神、全部神、みんな大好きだと思います。多分私が大好きなお方に、でもさっきも本当は今日10時25分に電話かけるって言ってたんですよ。でも私がもうめっちゃ遅れちゃって、ごめんなさいって LINE で謝って、もう全然いいよみたいな、そう言ってくれて、もう忙しいのに言ってくれて、人格が神なんですよ本当に。そう私とは違って、犬で例えると、犬で例えるとゴールデンレトリバー、ゴールデンレトリバーって性格優しいんよ。あ、でもあれ性格がね、ゴールデンレトリバーだから、ゴールデンレトリバーって多分犬種の中で一番性格が優しい犬種なんですけど、そうぴったり。違う、性格がそうです。だって犬で例えてって言ってくるもん。もうそう全部神です。まあ顔がシンプルに強いですね、顔面が強い、でも人格が私神すぎてめちゃ好きだし、あとあの鼻だれとかのなんかレッスンとかで、なんか最後にあの先生、ダンスの先生がなんか、なんじゃろ、あのなんか何なんかダンスの先生がなんか最後に何かありますかって言ったら、大体次その方がなんかいつもなんか、ここがどうしたらいいんですかみたいな言ってくれて、誰も気づいてないのにその方だけ気づいて毎回なんか先生に質問してくれて、そうあの場を一つにまとめてくれるので、すごくいつもありがたいなって思ってます。そろそろ11時に電話かけるって言ったよ、どうしよう。で、あと、なんじゃろ、11時に電話かけるって言ったよ、ちょっと。じゃあ、もうちょっと、じゃあ、あとスペシャル大ヒント言いますね、その方も犬好きのお方です。
じゃあ電話をかけたいと思います。あ、台本がね、まあいっか、かけます。いきます。聞こえてる？出ない。携帯が出ません。出ません。出てる。あれ、電波あるか。出てくれない。出てくれない。なんか前のメアの時も一回出てくれんくってさ、みゆみさんが。あれ、やばい、出ないです。最終回。やばい、出ない、一回切ろう。出ない。あ、私からかけてもいい。あ、電波が悪かったんかな。電波が悪かったっぽい。かかってくる。あ、かかってきた。もしもし、お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ、あのスピーカーをオンにしてもいいですか。はい、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、 STU48 のゴールデンレトリバーです。お名前をどうぞ。今村美月です。ありがとうございます。そう、みちさんに、STU48 のゴールデンレトリバーことみちさんに。はい、ありがとうございます。明日は回したいと思います。はい。はい、じゃあ、明日の、はい、あのトークテーマを決めようと思うんですけど、何がいいとかありますか。うん、何にしようかな。うん、でも前回も、はい、なんか下手でのね、はい、あの発売日ぐらいに回してもらって新曲歌ったんよ。おお、そうじゃけん歌いたいなと思って。あ、じゃあ、はい、いいですな。はい。いいですな。じゃあ花だれ、うん、はい、うん、花だれの話とか、お、犬の話とか。いや、じゃあ花だれがいいですね。今日犬やったんで。そうかそうか。じゃあ花だれ、じゃあどうしよう、花だれのについてとか、うん、明日のトークテーマにいいですか。はい。じゃあそうします。はい、ありがとうございます。忙しい。じゃあ なんだっけ、ちょ、台本がなんだっけ、え、なんでしたっけ、これって最後なっていますっけ。明日お願いしてもいいですか。はい、みちさん明日お願いしてもいいですか。いいと思う。あ、じゃあ明日はみちさんにお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、バイバイ、お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみ。ということで明日はみちさんに回そうと思います。全然スマホ好き好き。明日は人格ゴールデンレトリバーのそう、STU48のキャプテンの今村美月さん、みちさんに回したいと思います。明日のトークテーマは、STU48 の最新シングル花は誰のもの。そう、なんかみちさん歌ってくれるんだって。やったね。聞きたいと思います。よし、安心した。で、その台本も見る。ちょっとだ、台本を見る。当たってくれるらしい。ちょっと待ってよ。もう私このね、携帯をねつくためにね、そう、まだね3人に連絡してね、もうめっちゃなんかいろいろやってもらったの。じゃあ、はい、じゃあ AKB48 の明日よろしく。そろそろ台本、そろそろ終わりの時間です。告知があれば。告知あったっけ。
なんかあったっけ告知って。なかった？告知、告知、わ、告知なんだっけ、告知、え、あったっけ。22日ってなんだ、なんだっけ。あ、まあ、新曲ですね。シティホテイトの最新シングル、8枚目シングルの花は誰のもの、はい、花は誰のもの絶賛発売中です。すごくあのこの花は誰のものの、はすごいメッセージソングに、メッセージソングになっていて、すごく聴いた人みんなをなんかこう、なんだろう、なんていうの、ちょっとメッセージソングで聴いた人をみんな、なんかなんか何、聴いた人をみんななんかその幸せにするような曲になっておりますので、ぜひ聴いていただければいいなと思います。はい、じゃあそれではユーザーランキングを読みたいと思います。13位めっちゃきのこさん、ありがとう。12位よしひこさん。11位すずかさん、ありがとう。10位かきひろさん、ありがとう。9位ゆずきちさん、ありがとう。8位りんごさん、ありがとう。7位じゃがさん、ありがとう。6位つちおさん、ありがとう。6位ろっかさん、ありがとう。4位やっぱにらいぬさん、ありがとう。2位さ、間違えた、3位佐藤さん、ありがとう。そして2位はマーラーさん、ありがとう。そして1位はみーさんです、イエイ、ありがとう。はい、じゃあそれでは、あ、なんじゃい、なんじゃい、何回ね。ちょっと待って、じゃあそれでは終わりたいと思います。はい、今日はST482期生の吉崎凛子でした。あの個人の、こんなあのケバくないです、あのちゃんとこんなこんなこんな歯の白くないし、こんななんか口赤くない、あのなんかちょっと個人でも配信して、ほぼほぼ毎日配信しているので、ぜひあの吉崎凛子ルームフォローの方よろしくお願いします。じゃあ明日 ST48 2期生さんの今村美月さん、明日よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。アート制作アイドルです。